今夜のバチタウン TV はいつもと違う。おっさん2人がはしゃぎまくる。今週も始まりましたパチタン TV。 皆さんこんばんは。どうしました？フライング、フライング、何何何、今完全にフライングしました。行きましょう行きましょう、はい、行きましょう。今回ですね、はい、先週に共通企画でペカリンピックをやったと思うんですけれど、うん、その優勝権が決まりましたので、はい、発表したいと思います。そうなんですよ、うん、さあどこが優勝したのか気になると思いますが、はい、優勝権は、うん、ペカリ回数12回の鹿児島チームでした。お、鹿児島、私出てました。さやちゃんも出てたけ。そう、なんかヤズンさんが1時間に7回も当たったらしくて、さやちゃんじゃないのね。さやちゃんじゃないらしいです。キーマンは、うん、ヤズンさんで、でトータル12回の大当たり。それが優勝。そうなんですよ。じゃあ鹿児島を番組見てる視聴者の皆さんに、はい、プレゼントが当たる可能性があるということですね。はい、そうなんですよ、うん、しかもですね、まあ、今回各県のトータルの回数で視聴者の人数を決めたいと思うんですけど、うん、はい、全部で40回当たったそうなんですよ。あ、全部の県で。そうです、40回ペカリ当たった回数が40回、はい、なので視聴者の皆さん40人にプレゼントしたいと思います。すごくないですか、40人ですよ。なるほど、うん、じゃあその抽選があるんですかね、はい、そうなので、うん、ぜひ応募していただきたいと思います、うん、はい、さあそして優勝しました、鹿児島チームですね、2名ガッキーとヤドゥさんからコメントが届いているそうなので、うん、そちらをまずはご覧ください、はい、どうぞ。しゃ、よし、優勝、素晴らしい、すごいね。これしかもヤドゥ大活躍だったからね。いや、私にありえないような大活躍を見せまして、うん、7回僕一人で当てるんです。視聴者のために何かをってかかってると強い可能性もあるから。いや、それに僕強いんですよ、本当にね。だってそんなのなかなかすごいよね、これ、ね、張り合いがちょっとなさすぎるんですよね、勝負になってない。そうね、もう一人でも勝てたかな。僕一人でやって、次回からこう、なんつうんですか、もうちょっとこう勝負の場をさ、なんて言えばいいの、ほら、まあでもね、そうそう、今回はうちが優勝しましたけど、はい、低レベルになっちゃったし、もっとね高いレベルでの戦いをしたい。この鹿児島の視聴者の方だけにプレゼントを受ける権利があるので、ぜひね、たくさんのご応募をしていただければなと思っております。はい、はい、そしてこの後ですね、うん、はい、パチタウン TV の企画には僕とヤドゥは出てないんですけれども、スペシャルなゲストに来てもらってますんで、早速ご覧ください、はい、どうぞ。山のキングと山本コラのだって A タイプが好きなんだもん。決まりました、バッチリタイトルが。もうだって A タイプが好きなんだもんっていう特別番組。そうそうそう、これ2時間番組でしたっけ。そうです。あ、30分、普通の30分。本当に足りないっすね。足りない足りない。俺たちは多分、はい、止まるたんびにこうやって、うわーそ うわー、ちょっと写真撮っていいですかみたいな感じで。長いよこれ、本当だから。時間40回転の男って言われてたから、本当に本当に今日はね、本当に2人で A タイプをバッチリ打って、いろんな出目を見ようっていう番組でございます。そうなんでございます。では皆さん、マニアックな放送になると思いますが、しばしお付き合いの方よろしくお願いします。30分で多分ね、リーチ目3つぐらいかな。もうちょっと出しましょう。違う違う違う、もうちょっとすごいいっぱい出しても、一個一個長いから俺たち説明がね。そんなこと言わずに、たくさんリーチ目を出してよ。ということで、2人がやってきているのはマルハンカジキ店。パチンコとパチスロともに最新機種から人気機種まで幅広く設置、店内設備も充実しているホールだぞ。さあ、それでは、はい、早速打ちたいと思いますが、うつのです。先輩ちょっと失敗したんじゃないですか。何が。リノが見えますよ、リノが。あらららららら ら, 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 ら。リノもいいですね。もう困ったら、困ったらあっち行こう。困ったらあっち行きましょう。困ることはないと思いますけども。頑張りますよ。困ることがないように頑張りましょう。はい、ということで、僕がフランキーズレボリューション、で私がバーサス、バーサスでございますなんですが、ちょっとやっぱね、 A タイプといえば山本コーラ先輩っていうところがあるんで、はい、ちょっと僕普段どう打ってるのかを、あ、ちょっとそこ見せて見せて。僕ね、最近、まあ、いろんな打ち方あるんですけど、最近はこのコントルトガラを中段から下段に狙う。あ、なるほどね。狙ってハサミ。なんか他おすすめの打ち方があれば。あ、じゃあまずはさ、キングのおすす
めの仕方で、はい、一回リーチ目出しましょうか。一回出そう、一回リーチ目出しましょう。じゃあちょっとその間バーサス打っといてください。じゃあ私はですね、バーサスこんな並んでね、クチェルブレスにしたかったんだけど、まあ、なかったんでね、こちら打ちます。で、あの花火とほとんど配列一緒なんだけど、ちょっと横コーンのね、特性が違うんですね。横コーンが鳴らないとき、鳴らないときはチェリーがないので、なんと花火では押せないところが結構押せる。それがね、バーサスの人気の秘訣なんですね。花のこの辺に狙う、上中段あたりに狙うんですね。で、中段止まったらその時点で500発で非常に簡単。ちなみにあのこちらのセレブレーションも青菜の中段停止で500発でしょ。それと同じで、このバーサスも中段赤菜で500発です。ちなみに花火の赤菜の中段はその時点では500発じゃないからね。同じような配列でもかなり左だけ見ても制御は違うわけですね。あ、これは声が外れ。で、右切り打ちしてもいいし、赤ならこうやって。このままじゃ打ち方の説明だけで番組終わっちゃいそうなんですけど。じゃあちょっとキングにいい連盟が止まるまでちょっと変則打ちの話もね。右切りより赤ならを狙うのが、まあ、バーサスの変則打ちの基本です。で、右リール上段、あ、まあ、下段に止まった場合ね、下段に止まった場合はリプレイオアボーナス、これでリプレイ勝ってね。で、中段に止まった場合は、まあほぼかな、まあほぼ外れで、こうなったらベルスイカボーナス、左下がりに赤ならがテンパる形ね。まあね、まあ、なかなかテンパんないけど、もし赤ならがこうテンパった場合は重複チェリー確定となるね。非常にかっこいいパターン。とここでヤマキンからある提案が。綺麗なリーチ目をどっちが出現させれるかにしませんか。あ、そっちにしよう。そっちにしよう。で、綺麗なリーチ目賞を決めましょう。で、うん、あ、ちゃんと綺麗だなと思ったら正直に相手を認めよう。認めよう。もう蹴らすことしかしてないけど。そうしましょう。自由気ままなおっさん2人、綺麗なリーチ目を見せることができるのか。これね、これベル、これ一枚役の絡みなんで、一枚役の可能性がある。可能性があるなので、一枚役フォローしたいんですが、まあ、大体ベルです。一枚役行きましょう。だっけな、もう打ちましょうか。5分ぐらい経ってますね。もう打ちましょうか。もういい加減。あ、ほらね、ベル散々5分間見てベルだよ。山ちゃん、いやそれはもうしょうがない。それはしょうがない。山ちゃんコイン3枚捨てるんですか。そんな人じゃなかったでしょ昔は。ちゃんと狙っていこう、ね、狙っていこう。一枚役に必死になる40代。するとここでヤマキンに。おー来た。あー止まりやがった。さあこれがもう一角なんですが、これはね一番美しくない形ですね。中下段に赤段を狙ってコンドルが滑ってくればもうコンドルビッグ。そうそうそう。で止まってしまえば、レギュラーボーナスですね。あ、これでもレギュラーボーナスですね。ということで、これはちょっと弱いリーチ目だな。これね、これ一日1回。ヤマキンがボーナス濃厚となる中段チェリーを披露。おっさん2人にとっては納得のいかないリーチ目だったみたい。
あの今さっきは、はい、普段僕が打ってる打ち方をちょっと打ってたんですけど、はいはい、ちょっとおすすめの打ち方教えてくださいじゃあ。そんなに聞きたいの？もういいです。もういいです。そんなに聞きたいのね。もういいです。そんなに聞きたい？ね、はい、青7を、はい、枠上上段。枠上上段ね。それ結構でもオーソドックスな打ち方といえば打ち方じゃないですか？そう思うでしょ。はい。特に、はい、あ、これは小屋外れ一リール、これさ、はい、ワンリール小屋外れだからババンって振り打ちしちゃうでしょ、はいはい、やめてください。え、右リール、上段を。そんなことやってるから回すの時間かかるんですよ。上段、上段青を押すのです。はい、あ、はいはいはい、テンパった。で、これがまあ、ほぼリプレイがベルなんだけど、はい、ボーナスも当然ある、はい、でこれが上段止まったら、はい、リプレイがテンパっているにもかかわらず威嚇です。あ、マジっすか。威嚇です。あ、上段止まればで これはかっこいい。かっこいいでしょ。わかんないけど2人とも納得のかっこよさらしいです。あ、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 キング、これ1枚いく。離した瞬間に来た。よしよし、これはなかなかいいデビューじゃないですか。これ、はい、ほぼ優勝です。ほぼ優勝。ありがとうございます。もうこれ1万役ほらで1万払い出されております。くっさー、悔しい。未だリーチ名を拝めていないコーラさん、そろそろ出してもらわないと番組終わっちゃいますよ。あーうおー、なんかなんかなんかベルスイカなんですよ、ほぼ、はい、はい、だけど両方否定されてる。スイカが上にいる。え、外れ目なんですか、これは。そもそも1万円がテンパってます。あ、1万円がテンパってる。1万円がテンパってます。ということは1万円が取れる、取れる可能性が非常に高い。取れました。キブイ赤ブランクで1枚です。来たー、かっこいい。俺もこれで1万役対決はイーブン。ただ俺ボーナスで1枚あのこぼしてるんですよ。あー、その1枚がいっちゃったんじゃないですか。1枚あげましょうか、じゃあ。いいです、いいです。あー、爪が甘いですね。はい、爪が甘い。爪が甘いね。1万役取ってあんなに喜んであげくバーですから。まあでもね、これがバーサスです。これがバーサス。打ちゃおう打ちゃおう。やっぱね、やっぱ青なら狙いなんですね。これも追加こぼす位置なんだけど、これ狙える。はいはいはい、入れ替わってない。バーサス打ってたでしょ。ヤンマさんだって打ち合いでしょ。だって横コーンでキャッキャ言ってたでしょ。横コーンキャッキャフフできるから。ということでヤマキンとコーラさんが台を交代すると、早速スイカ、スイカは山ちゃん優勝。アホや、この人アホや。俺に譲っといて。俺見て、これ見てよ。スイカテンパってて、うん、赤ななも OV ね。え、あ、これスイカ、あの一コマ上にありますからね。 そしてかっこいい、これかっこいい。写真、ツーショット撮ってもらっていいですか。ツーショット記念写真まで撮り始める始末。早く打ってもらっていいですか。先輩、枠上に赤ななですけど、これはですね、スイカの可能性ありますか。近くだった気がしますね。ダメか。聞いてる人の話。え、なんて、なんて。近く。え？近く？一リールで。いや、分かった。これ分かった。これ分かった。分かる分かる。分かる。取れました、 V。よし。ちょっともう見逃した、もうわーって言ってくんないから。もうね、山ちゃん、はい、今日3回ぐらい優勝してる。あー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 
枠上に落ちてたらチェリーコムシの可能性があるってことですね。ある。あ、かっこいい。あ、でもこれもかっこいいんじゃないですか。なかなか。でも山ちゃんにはかなないわ、さっきの。申し訳ないですね。あの、かっこいいわ。残念ながらここでタイムアップ。だけど2人はなんか納得がいってないみたい。時間が足りないですね。足らないのです。早すぎるでしょ、本当に早すぎる。もっともっとね、綺麗なリーチ名あったと思うんですけど、まあちょっとおさらいしましょうか。そうですね。僕だけリーチ名4つ出しました。クランキーセレブレーションで2つ、バーサスで2つ。2つで、僕がクランキーセレブレーションでは中段チェリー、中段チェリーで、もう1つが1枚役、1枚役ベベチェ、はい、バーサスの赤 7V、 V 赤 V、はい、さらに枠上7と1角、1角出まして、あの時はね、悔しくてね。いや、ちょっとね、あのね、悔しくてもさらっと言うから、あ、これ別に当たってないんだと思って、うん、次回しちゃったから。あれ、もう山ちゃんに聞こえない声で一角です。いや、ちょっとちゃんと言ってくれないと。あんなもう回しちゃったもん。も俺もっと見たかった。こうこのか、あのマイクでは拾われてると思うよ。いや、俺に聞こえるように言ってくださいよ。枠上に赤7ですけど、これはですね、追加の可能性ありますか。一角だった気がしますね。で、山高さんが、はい、まずね、バーサスで1万役、1万役が出ました。あれ優勝ですね、はい、優勝で、次に、セレブレーション、はい、セレブレーションでしょっぱい目出しちゃったね、はい、左上段青から右上段赤。まあ、あれはね、優勝出目じゃないですね。あれは優勝じゃないですね、うん、あれはボンダですね。ボンダ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 ですね。ですセカンドの頭をちょっと超えたぐらいの、超えてライトに、うん、取ってファーストギリギリセーフ、ファーストを投げられてギリセーフ。ギリセーフ。確かにそんな感じの、そんな感じ、はいはい、まあでも本当にちょっと物足りなかった部分もありますんで、そうですね、ぜひまた2回目できるように頑張りたいと思います、はい、この出目ちょっと見せたかったっていうのはあれば、いっぱい最後にあのちょっと1個絞ってくださいよ。え、今日見せたかったやつ、はい、うーん、じゃあちょっと各機種 1個ずつでいい。長いから、いい、じゃあ分かった分かった、実戦も長いから、分かった分かった。じゃあセレブレーション、セレブレーションで、じゃあ1機種左中段、次やったら次回予告ですよ。そう、次回予告、次やった時はこれ出しますよっていう、ね、それが見たいでしょ皆さん、はいはい、うん、左中段青、左中段青、はい、想像してください皆さん、左中段青で右上段青、はいはい、青ずれてるけど下段にリプレイがテンパってる、はい、けどそのリプレイは揃わないって、揃わない、かっこいい、二角でございます、二角でございます、優勝でございます、終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。マルハンカジキ店からでした。さあ、ここでお知らせがあります。なんとですね、新企画奇跡の一枚、さあこちらですね、あのパチタウンの若手ライターが、うん、あのホール、各県のホールで取材を行いまして、うん、そしてあのレアな写真を撮ってきてもらうんですけど、はい、この写真を番組で審査して、うん、で月に1回ですね、最優秀作品として発表していきたいと思います。レアな写真を撮って、レアなほどいいっていうこと、うんうん、そうです、そうです。 なかなか見れない、ちょっと楽しみやね。初耳なんですけど。いや、今発表したからね、うん、まあまあ、でも私たちもやりたいよね。やりたい、うん、いや、ダメですよ君たちは。え、ダメなんで、あのね、あのやらせようかっていう話も出たんですけど、うん、2人にもやってもらおうかって話出たんですけど、はい、どうせ自撮りを撮って、なんかアプリで加工して可愛らしくしてバレてる、なんか唇テカテカ目パッチリみたいなことしちゃうでしょ。だからダメです、もう話しました。ただこれやっぱセンスとかね。そうですよ、センスいりますから、発想もいるから、うん、どんな写真を撮ってくるか、はい、うんうん、どんな写真が最優秀賞になるのか、うん、ちょっとこれ楽しみにしていただきたい。そうですよね、もう頑張りますからね、はい、はいはい、ぜひ皆さん、はい、楽しみにしていただきたいと思います、うん、ということで今週はこの辺で、はい、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。おスイッチで光って悩む即やめか、来週も見てね。おー、かわいいねー。いいよー。